文化の道下区間は愛知県名古屋市東区にある昭和初期の家屋。旧井本ため三郎邸大正末から昭和初期に陶磁器の加工問屋として財を成した井本ため三郎が建てた屋敷で2階建ての洋館、平屋の和館と東西二棟の倉、さらに京都から移築された茶席で構成される。1996年に 名古屋市指定有形文化財に2008年には名古屋市の景観重要建造物にも指定された。かつて住む者がいなくなってからは荒れ放題だったが1996年から2002年にかけて市民グループが借り上げて種目観の名前が付けられるとともに設計事務所などが置かれ演劇やコンサート、ファッションショーなど各種イベントが行われる文化サロンとして使用された。 愛、地球博に合わせて再公開すべく立ち上げられた世話人会の管理のもと2004年春頃から毎週土曜日のみの公開、貸し室が行われるようになった2006年度末に名古屋市が土地、建物を取得し2007年4月から2008年7月末までの暫定公開が行われた後耐震改修工事のために休館 2009年7月17日から再公開した。ありがとうございます。